Terraport Radio 1. Terraport Radio 1. Breaking news. Breaking news. 結論が言うと、AI クソだぜ。AI もういらない。こんにちは。女子マシの三島です。私は今日から3日間の合宿で、防災の AI を作って、What is the generative AI bootcamp? Is the generative AI platform teleport the truth or just a fake? どんどん増えてる気がする。例えばこうやってやると、開始されたら LLM でここにコンテキストシステムってあります。これがさっきのプロンプトの部分ですね。勝手に僕らが作った生成 AI ゴッチ。大丈夫です。はい。はい、ではここからは生成 AI による後藤正文生成ゴッチが補足します。参加者の方たちにはこの内容をもとにミュージックビデオの制作を進めてもらいたいです。なんか迷惑かけちゃいけないから班に入れませんみたいなことを考えなくてもいいですよ。楽しくみんなやれればいいし、ガチな人はガチ勢で。僕が作った長い難しいプロンプト、これは優秀な編集者なの。どうやって最初に AI エディ君入れて、でどういう風なコミュニケーションを取りながら編集をしていくのかみたいなの。すごいな。すごいね。山田さんがすごい。いますよね、やっぱ部活に一人ヒーローみたいなのいるんですね。小学生とかそれ言わんぐらいが、あの、はい、新しい世代として台頭してくるかな。彼らは、基本を、私たちが大事と思ってる基本は学ばないかもしれない。ものすごい時間を生成 AI と密着して過ごすことで、脳の一部のように。馬に乗る技術を必要としなくなった時代の人たち。なんか、いや、僕、こういう、なんかみんないろんな人たちが集まっていくところから、なんか生まれるんじゃないかなと思って、今回合宿やってるわけですけど。あ、もう、で、ここに原稿が書いてあるんだ、これ。そうそう。部長は、ただ見てるだけ。まあ、勝ってるね、チームの監督はそういうこと言うんだよね。先輩から受け継いだ秘伝のプロンプトエンジニアリングとかさ。自分で打ち込んでって、あ、いい感じのができたなと思った時のやつを、サウザンナイブスって打ち込んでからめちゃくちゃ良くなったんで。え、でもインターネットよりすごいでしょ。え、そりゃそうよ。だってもう本当にこれだけ移り変わりが激しいんで、もう今まで研究っていうと大学とか研究所でしかできないっていう感じがあったけど、スタートアップそのものも研究機関化してるんですよね。お金稼ぎながら研究してるっていう感じだけど。おー、すごーい。イエーイ。Are you ready to unlock the power of generative AI? 昔で言うとロックでエレキギターを武器だと渡してロックが生まれたように、今度は多分生成 AI のクリエイターっていう風に武器を渡すっていうのはやってみたいなと思ったんですよね。なるほどですね。テレポートの方ではそのカードシステムを使ってこれが全部トータルでテレポートっていうプラットフォームとですよね。それらを全部やる。Welcome to Teleport, a revolutionary platform designed to enrich your work, your life, and your creativity. Whether you're a beginner or a seasoned expert, Teleport offers you the tools to learn, create, and grow. Dive into a world where your ideas come to life and your potential knows no bounds. Start your journey today with Teleport and take your skills to the next level. Teleport, where AI meets possibility.